こんばんは、メガトンです。いやー、ビロンズ、目白くなろうパス3回目やってみよう。やっぱ大きめの襲撃、ウェーブじゃないプチ襲撃の量が多いんだよね。あれがなんといってももう。で、まあ今やった限り、そのさっきやった限りだと、まあ同じ日にやってるんであれなんですけど、さっきやった感じだと、まあ多分どっちかから2箇所だろうね。それまでに、で、あれって音で呼び寄せられたわけじゃないだろうから、結局、何としても抑えないといけないんで、結局やっぱソルジャー量産だよね。音を立てないレンジャーでうんぬんっていう話じゃなかったよね、すでにあれ。というのを、なんとかしないとならん。音で来ちゃうようなやつらは、多分、ソルジャー一体でいいと思うんだよね。そのレンジャー一体とソルジャー一体とかでいけるんじゃねえかな。なのでそれをうまいこと。ここ危なかったよさっきね。やめよう。ここ、あとこっち、これもやばいっけ。まあいねえな、大丈夫だ。農場の研究をいつやるかが本当にタイミングが難しいな。でもう伸ばしちゃったらいいのかな。木取っとかないと。こっち伸ばした方がいいか。15もらっちゃった方がいいもんね。こんな感じ。大丈夫これ。ちょっと怖いよね。もういいだろう。こっち。で、収まったらこっち。これだ。危ない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 。おいちゃ、おいちゃい。はい、こわ。こっちこっち。こっちのお金がね。ここね。と、多分ここ7、9、10、この辺なんだろうな、多分な。置くべきは。さあ行くぞ、養蚕メインで、ソルジャーメインで行きましょう。ソルジャーメインで、とにかくソルジャーを増やす。あと2つ、3つまで置いて、電気10残しておかないといかん。10、いやダメか、間に合わねえか。やっぱこれ置かなきゃダメか。どこ、いやー4つ。伸ばさなくちゃダメか。さあ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 、ここまでが多分最後だな。これでとどまって、もう壁もちょっと引いとこうね。5日過ぎたあたりで来そうなところの壁を引いとかないとダメだ。辛すぎるね。ダメか、危ねえな。電気置いたんだよね。オッケーオッケーオッケーね。電車よ来い。伸ばして、
あ、ちょっと、おい、それは違うんだ。来た。さあ、ソルジャーを量産、ただただ量産、各地1体まで配置で、その後ウェーブに備える。ウェーブというのかちょっとあれだけど、ここか、これとそこ行けっかな。ちょっとまだ怖いか。間違えたね。こうなって置けたはず。食料、まだかな。2つ、ここまで。あとはソルジャー分。木材工房どうしよう。これ最初のあのウェーブしのぐまで、でもショッキングタワーが間に合わねえっていうのもあるもんね。作るっきゃねえのか。やっぱりもう一個。結構ギリギリ置くぞ。ここで走られたら結構きついぞ。とりあえず1体までね。各地に1体ずつ配置。ワスプ遠いし、鉄足んねえし、バリスタ取ってねえし、これやっぱ壁で、あとはそのソルジャーで埋めるしかないよね。やっぱり足りる？足んねえや。ソルジャー優先。こっちがいいか。置く。置けない。どのくらいのタイミングでやればいいんだろう。壁引くの。壁引くための陣地が足んない。やっぱ積極的に参加しないとダメか。ソルジャーもいつまでも減らないもんね。敵が怖がってたけど、こうやんなきゃダメか。行くぞ。怖えよ。ここちょっと待って。こっちが、やっぱ撃っちゃダメだねこれ。これ 何できた。これ撃っちゃダメなやつだねこれ本当に。よし、じゃあまずは
レンジャーだなこれ。ということでまずレンジャーを揃えようという方向転換。音がなんかすごく響きやすいのかなこれ。ソルジャー1体しか各地にいなかったのにね、すごい来たもんね一気に。のでどうもソルジャーの音がめっちゃ響いてたっぽい。各地にレンジャー3体ずつぐらい。レンジャー安いし訓練も早いし食料も食わないから、まあ、最速レンジャーを12体。その後やっぱり攻撃しないで真ん中貯めとこう。ソルジャーね、じゃないとダメっぽいよね。いやうまくいかねえもんだの。ローランドの悪魔を思い出すっていうか、どっちが難しいんだろうね、ローランドとこっち。次これか、伸ばして。ここだっけ、あんまり場所覚えてねえや。でここか。上行きますか。こっち。お金なし。こっちかな。いない？いないね。いたわ。あぶねえ。まあやばいか、やばいな。こっち。これで火を取る。レンジャー量産。まあ維持費も安いしワーカーが足りないってこともねえだろうから、まずはそれでいいのか。15敵。こっち1個伸ばしておきたい。来ましたね。まあ大丈夫か。ギリギリ。お金が足んね。テント来てな。これです。つうか本当にレンジャーにしたら来ねえのかな。あの1回目の2回目か2回目の上からの襲撃結構な量だったけど、あれってソルジャーが撃ったのできたのかな。それが分からん。どうかな、違う気がする。いいか。電気置いとかないとやばい。お金。
電気作ってます。いや電気は作ってねえな、風車作ってます。でこのタイミングで電車来た。よいしょよいしょ。風車もできた。ナイスタイミング。あれ、お金が足りん。もうちょい早くしてくれ。はい、これでレンジャーを量産します。ちょっと待って、そうするとさ、あの鉄輸送の意味あんまなくね。まあでも貯めておけば後であれか、採石場を置く必要がなくなるか。っていうメリットはね、あるかな。やばくないあれ。大丈夫？大丈夫っぽい。ダメ。危ない。無理は禁物。はあ。レンジャー。はよレンジャー。レンジャーはまあ訓練費も安いんで、農場を置いたりっていう並行作業がまあできるよね。という意味合いでもありなのかもな。はい。あと食料どこだ。これか。ちょっと怖い。あと上か。なんとかこれで気合い入れて、置くか。ちょ、はい大丈夫。さあ次こっちかな。いっぱいいんな。12体、目標12体。壁置くためのタワー伸ばしとこう。なんで。なんもね。電気はやってる。お金なし。伸ばして。ここのやつ取りますか。4日そろそろ走られてもおかしくないというか、壁を置きたいお年頃。うおー、1個置けます。受けます。ここまででしょうな。この辺一掃したら壁を引いて下がろうぜ。うおー、やれそう。怖い。ここもひえー。いい顔で。
3体ずつの12体。ここ頼む、頼むよ、頼む頼む頼む。ちょっと走りすぎじゃない？足りるとは思えない。来ちゃった来ちゃった来ちゃった、なぜこんなことに。まあまあまあやるっけねえて。ダメダメダメ、壊れてる。うわー、やっぱソルジャー、やっぱソルジャーかなこれ。うわー、全然浮かばないやり方が。なんだろうねこれ。うわー、一回頭を冷やそうか。ということで今回はここまでにいたします。また次回、それではまた。